どうも皆様ごきげんよう、クリス。それではデルタルーン続きをプレイしていきましょう。さてバードリーに話しかけ、スーザン、僕の息災画を一目見たくて戻ってきたのかい？即意味わかんねえけど、お前ボロボロじゃねえか。あ、そんなデレな言葉も僕の耳には常に響く。まあ元気そうだね。とりあえずじゃあ先行きましょうか、デルタルーンね。さてクイーンを取り逃してしまいましたけど、どうなるんでしょうか。まだバトルがあるのかな、ちゃんと。ちなみに攻撃は一切しなかったけどね。あ、いますね。騎士、王侯の騎士が今日ここにこの世界を誕生させた。長いその手を空へ伸ばし、意志を呪いとして込めた刃を地に突き立て、泉を出現させた。でも騎士が生み出した世界は、図書館という限定領域を超えての展開は不可能。さらなる闇を生み出す術さえあれば、全世界を闇で覆い尽くすこともできるのに。そこまで考えて私は気づいた。この力、意志の力、この決意の力は全てのライトナーが保有するものでは。つまり強い決意を抱く者なら誰でも闇の泉を生み出すことが可能なのでは。そう、騎士が姿を消したのならば、すべきことは一つ、新たな騎士を誕生させるまで。それでノエルをさらったのか。わ、私の可愛いノエルちゃん、巨大な手への縛られ心地はいかが。その何より、じゃあん、それは何より、じゃあ世界征服についてはどう思う。そうだ、助けに来るさ。なんでかな、私きっと数字が助けに来る気がしてた。いい雰囲気。待って、大変、どうしよう。みんな今すぐ逃げて、早く。もしかしてクイーンがでっかいロボになってくる。マジか。クイーンさん、あんたら気づかなかったみたいね。私の館ど真ん中にあった超巨大ロボットに。いや、気づいてはいたよ。どうしよう、これじゃ絶対勝てっこない。クイーンからずっと聞かされてたの、最終形態の彼女は無敵だって。ちょっとばかしでかくなったぐらいで俺らに勝てると思ってんのかよ。イエス。そろそろ世界征服しちゃって、 OK？ 数字無理だよ、諦めよう。最終形態だ、あんなもん怖くねえな。変身ぐらい俺だってできるぜ、マジで。クリス、ラルセ、あれ？あれ、あー出たゲームやるときのやつ、これが俺たちの究極の。いや、確かにこれじゃ。まあ大変、これで戦力は互角になりました。じゃあこっちも遠慮なく出力全開で行かせてもらいます。まあそうなるよね。ラルセ、どうするんだ、なんか方法考えろ。腕をパタパタするとか。恐るるなかれ、暗いところに光る鎧の騎士ケンツさん、バードリーですかね。わあ、コースターや。おお、スイートキャップケーキもいますね。クリス、スージー、体力が回復するまで僕らは戦闘に参加できそうにない。でも助っ人たちを連れてきたぞ。刮目してみよう、同志たちを。よう、お前たち、クイーンに立ち向かう旅の途中でいろんな仲間ができただろう。俺たちのガラクタ再利用スキルでその仲間たちを改造してやったぜ。みんなで力を合わせてられるようにね。ってその件、よも貢献せし。おお、一つだけ空いてなかったか。究極の学校提出用課題作品は。わあ、この輝かしき土台に警告とハッピーな勇気。はい、僕の電力、
マウス、あ、優しいケア、出来たての手料理、整理整頓、そして最強素材、このなんか変なの、やだ。これ一応全部集まってんのかな。お、え、まさかと思うけど、あのゲームの中での殴り合いと同じことするの？これは戦いがいがありそうね。あ、違う、え、こ、ギガクイーンに行く手を阻まれたボコリング、ギガクイーン、レーザーモード、ターボドッジ、セルフリペア、 100HP 回復、高速ドッジ、高速攻撃、攻撃するしかない、見逃すはないね、ないんだね、やるしかないか。セイ、オッケー、話し合いの時間は終了、ここからバトルのみの時間です。なるほどね、お互い殴り合えるのね、街の喧騒が轟く、じゃあいいでしょう。セイ、ゲイ、なるほど、な、ははー、なんてね、あんたの顔に蹴りを入れつつ喋らせてもらいます。お互い殴っていいんですね。いった、いや、そんなクラン、ほらよ、そんなクラン、戦いの夜は始まったばかりだ。ノエルは自分の力に気づくべき、自分の意志、自分の決意の力に。お、なんだ、ほら、ほら、よし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 、左右下で杭の攻撃を受けろ。はい、いや、それは大丈夫、分かってる。はい、オッケー、ゲージ一つ奪ったかな、ラウンド2。はい、アルコは刃に力を注ぎ生み出せる闇の泉ネオをいくつもいくつも生み出せる。ほら、いった、よし、オッケー、オッケー、よしよしよし、そろそろ回復した方がいいんじゃない、セルフリペア、オッケー、その結果世界が闇に包まれれば、あの子および世界中は、世界中のみんなは恐怖も苦しみに、苦しみもない恍惚な家で暮らせる。ああ、いった、いった、いった、めっちゃ食らうやんけ、そい、クリス、スージー、あんたらも協力したくない？自分の夢の世界、私の夢の世界を生み出すのよ。あ、しゃがむのね。やばいな。セルフリペア。よし。あんたの顔に空手チョップをさせてくれたら好きなだけスケボーあげます。おっと、なんだ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 、急に弾幕ゲー再開するじゃん。ラルセ、攻撃避けた直後にカウンターパンチをして突如現地者、まあ、そうだね、それがいいと思いますよ。セルフリペアできない。セイ、クリスは一番大事な対戦メイト、クリスにも好きなだけ。クリスの好きなものなんだっけ。いいんじゃない？あー、セルフリペアがもうまだいける。頑張りましょう。ほら、あらやでもう一人いたの？オッケー。第3ラウンド。
ふう、クイーンの攻撃がさらにパワーアップ。ターボドッジ、いやーセルフリペアでしょう。ほい、オッケー。協力すればあんたら全員超絶強くて超絶かっこよくなれます。ちなみに私はアップグレード不要、すでに完璧。グラスからレーザーだって撃てちゃう。そういうことね。OK。よし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 。いいんじゃない？セルフリペア。よし。言いたいことは言いました。以降は応答で同じダイアログをループします。当たった当たった。って。きつくない？きつくない？それ。バトルはいよいよ引いた。何それ、結構激しい攻撃ね。それもうでもさ、セルフリペア50でしょ。もうさ、普通にあれだよね、こういうの使うしかなくなってきたよね。はい、セーブ自体。ほいほいほい、ほら、コントローラーめちゃくちゃ押しまくった。いや全然いいですよ。ほい、オッケー、よし、いいね。あ、早くない？マジか、嘘だろう、マジか。諦めるな、俺初めてのゲームオーバーだ。オッケー、ラウンド3まで戻ってきましたよと。回復もない、1回しかしてないから、まあいけるんじゃないかなって思う。行きましょう行きましょう。あれはどうやって避ければよかったんだ。また下、また下から行けばよかったのか。殴れ殴れ殴れ。まあもう一回ぐらい行けるでしょ。あれではもう一人いたのっていうのはもうね、うっ、くっそ、3回殴るの忘れないで。いったよ、いしょ。おい、ちょっと待って、もうさ結構きちいよそれ。セルフリペア OK。その辺はいいです。ここよな。いや結構きついよ。いやまだいける。おい、 OK OK OK。 よしよしよし、いった、きちい。 OK OK。よいしょよいしょよいしょ。まだもう一回いける。ほら、オッケー。ん？あんたらは確かに私の対戦相手にふさわしい。よってあんたらのボコリングマシンの真の目的を思い出させてあげます。それはあんたらをボコること。私の必殺技で。お、必殺技来る。バイバイ。ちょっと待ってくれ、しっかり見ろ。これ連打か。勝ったっぽくない。バトルパワーダウン、オーバーヒートアクティブ。よく聞きなさい、ここはあんたらの勝ち。でも私にはまだ隠し玉がある。あんたらは絶対手にできない。
弾き返すのでは。あ、え、私のかわいいかわいいノエルちゃん、おお、あ、ロケットパンチで中身を取り出したのか。さっきあげたブローチの針を地面に突き刺すのよ。そうすれば私たちの新世界が誕生する。どうしたの？ノエルもそれを望んでいるはず。言ってわからないのなら残量 1% のバッテリーを使って、数字を1ピクセル台に切り刻むしかない。操り人形でいる限り私は幸せになんてなれない。どうやら私の計算は不正確だったようです。ノエル、私のことは考慮に入れず、自分の力で自分が幸せになれる世界を選択しなさい。クイーンってノエルがいつも使ってたパソコンのシステムか何かなのかな。バッテリーが切れちゃったみたいだね。でもこれで闇の泉を封印できるよ。みんなどうしたの？今のクイーンの言葉、自分が幸せになれる世界を選択しなさいって。私、クイーンが支配する世界で暮らすのは嫌。でもそうじゃないなら、この世界もそんなに悪くないのかも。ねえ、スージもそう思わない？ああ、俺？まあ言われてみりゃ。クリス、確かにこの世界の方が良くねえか。仲間もいっぱいできたしな。私、こんな冒険したの初めてだよ。モル振り回してバトルして魔法も使えてな。呪文を唱えたら何でも一瞬で治っちゃう。で、何があっても絶対に誰も俺らに指図できねえ。いろいろ怖いこともあったけど、なんていうか。ああ、来た。確かに僕も反対する理由はないように思う。私は思いつかないな。それならノエル、僕は改めてお詫びの印に。なんだ。自分の意志の力をこの刃に込めて、ここに新たな泉を誕生させよう。そして輝かしい未来を解き放とう。僕たちを光り照らす闇より生じた輝きに満ちた未来。おう、おう、そんなことをすればどうなるか分かってる？え、どうって？そんなことをしたら方向を招いてしまう。光が闇に飲まれるとき、泉が空を覆うとき、すべてはカオスに包まれるだろう。泉より巨人が出現し、この地を破壊し尽くすだろう。生き延びたダークナーたちも闇に屈し、やがて一体また一体と石と化すだろう。ライトナーたちは頼るべきものもないまま、終わらぬ夜を永遠にさまようだろう。そんな世界を楽園と呼ぶか。いや、クイーン、
あらやだ、そんなの全然知らなかった。でもクイーンさんの計画は、私はただコンピューター全能じゃない、騎士の行動に基づいて推測してただけ、世界を滅亡させてやる、なんかいいことある？答えない。最後の最後まで君に迷惑をかけてしまった。バードリー大丈夫、わかります、バッテリー充電しながら考えました、他者の心を正しく分析するなんて不可能です。僕の気持ちがわかるんですか？いや、わからないけど、ノヘルに悲しんでほしくないだけ。でも二人は少しでも分かり合えてよかった。どうやら僕たち全員なかなか良いチームになれたのでは。いやいや、ないない。あ、そうだった。ああ、でももうすぐ目覚まさなきゃだろ。そっか、これ夢なんだって。うん、そうだね、これからもこんな夢もっと見られたらいいな。なあノエル、目覚めたらさ、なんつうかその、じゃあみんなそろそろエグジットする時間ね。出口プログラム、バイバイ元気でね、エグゼかな、を実行します。あんたらとのお別れ寂しいわ。ノエル、あんたは無駄にいい子。スージ、あんたは勇気はバカと紙一重。クリス、あんたはいつも散るってる。バートリンだっけ。クリスさん大丈夫、ここでお別れしなくても、クリスにキャッスルタイムに来てもらえれば、他の仲間と一緒にそこで暮らせますよ。あら、キャンセルした。はい、バイバイ元気でね、エグゼを削除します。よし、じゃあここに来たそもそもの目的果たすか。泉の封印ですかな。目覚まし数字があったらさ、あいつ、そのあいつには尻尾なんてねえからな。いや、よかったね。じゃあ、図書館のパソコン室を元に戻しましょう。もともとはそのせいだったはずだ。クリス、またここにたどり着いたな。誰なんでしょうね、これ語りかけてるのは。方向の騎士か。何者なのか分かんねえけど、そいつがこの泉を生み出してんだな。でもさ、それって本当に悪いことなのか。闇の泉が現れて、いろんなことが前より全然面白くなったよな。まあ今は考えてもしょうがねえのかもな。これ言ってんのはスージーか。よし、クリス、お前の出番だ。おう、それはまるで自分の魂そのものが光を放っているかのようだった。何が起きた？ああ、やっぱり全部夢だったんだ。え、夢？今のが全部？そうだ、でも夢に違いない。あんな気持ち、こんな感情、いやはや全く。そもそも僕はスージーに対してあんな。スージー？ああ、一緒に勉強しようって誘われたから。そうだったね。なんだってこの二人と勉強？ノエル、正気かい？だってこの二人は。まあ付き合ってやっても構わないけれどもね。うん、僕のアラームが鳴ってる。アルバイトの時間だ。ブームさんを待たせては大変だ。時間がだいぶ経ってたんですね。諸君、僕は、所持品をまとめて早急に失礼する。手に取り立ての教科書の感触、実に心地よい。さあノエル、急ごうか。ブームさん、誰だろうね、ブームさん。それではクリス、スージー、ごきげんよう。またね、クリス。それからスージーもまたね。ああ、じゃあな。
尻尾を覗くな。絶対尻尾探したな今。ったくなんだよあいつ。こっちはたった今世界を救ってやったっていうのに。てかクリス、俺たちガチで世界救っちまったよな。ってことは俺たちガチのヒーローってことだよな。誰も知らねえけどさ。まあその方がいいのかもしんねえけど。世界が危ねえって分かったらみんなパニックっちまうしな。ノエルにも忘れられちまうのはちょっとつまんねえけど。まあどうでもいいな。行こうぜ。お、調べられる。リサイクル用のゴミ箱。誰かが間違ってどうでもいいメールを大量にプリントアウトしたような。それはよろしくないね。パソコンだ。イルカのスクリーンセーバーが表示されているマルウェアの広告のような。広告か。マルウェアの広告、あれかな、$9.99で広告消せるってやつかな。予備のデバイスがたくさん。予備のマウス、予備のキーボード、予備のマラカス。なぜマラカスがあるのか。インターネットの安全な使い方についていろいろポスターが貼ってある。これがもし勉強に大切さを訴える漫画キャラのポスターだったら、今日は違った日になっただろうか。どうでしょうね。物置の中はとても広い。古い電気製品がたくさん入っている。体が大きくても余裕で中に入れそうだ。おお、モニターがチカチカと眩しい光を放っている。紙くずの入ったゴミ箱から友達はいなそうだ。どうしてゴミ箱にたくさん印象を抱くのだろう。なんでしょうね。それは図書館に備え付けられている最新型のノートパソコンだ。誰かがつけっぱなしにしたようだ。部屋を出る前にこの部屋にあるものを全部まとめて拾い上げた。なんかあるかな。アイテム、ゴミの塊、インフォ。ゴミの塊、ポケットの中の何かがギュッと丸まった小さな塊。あ、そういうことね。トランプ、トランプ、スペースのジャックとルールのカード。ルールのカードなんだ。ルールの、あ、でもルールのカード、あ、ルールのカードってことか。ルール無用のカードじゃなくてルールのカードってことか。なるほどね。手品のハウツー本。ほとんどの技の説明にオーブと宙に浮く手が必要と書いてある。おー、ロード・オブ・ザ・ハンマー。文学賞に輝いたガーソン・ブームの小説シリーズ第1弾。ブームさん、うん、ネットサーフィンは自己責任でっていうかしないで。なるほどね。ページを舐めるな。フレーバーテキストというものだな。違う、そういうものではないぞ。誰かの日記だ。読む。おう、あ、どうしよう、また誰か日記を借りてった。あ、どうしよう、日記を借りた人が新聞、ん、新聞に書評を書いてる。あ、どうしよう、すごく称賛されちゃってる。ティーンズコーナー、今週のアニメレビュー。アニメの批評を見ているだけで体力はどんどん吸い取られていく。見ない方がいいね、そういうのはね。見なくていいと思いますよ、そういうのは。本を読むのが大好きだ。特に上の階にある本、魂について書かれた本第1巻の読む。お、魂とは何か。これまで様々な見解が議論されてきた。思いやりや意志の源、生命力の器など。しかし真の働きについては未だに分かっていない。人間のお世話の仕方、モンスター向けに人間のお世話の仕方を解説した本だ。ほう、見覚えのない人間たちの写真がいくつも載っている。急いで本を閉じた。なんで本を閉じたんだ。裏表紙に貸し出しカードによると、何年も前にママが何度も借りたようだ。うん、なんで本を急いで閉じたんだろう。すっかり遅くなっちまったな。お前もう買えなきゃだろ。言って言って、言われなくても分かってるぜ。一人で帰るの嫌なんだろ。まあどうしてもってなら付き合ってやるよ。行こうぜ。ついてきてくれんの。散歩しようぜ。じゃあ、あー、筋肉のおじちゃんたち。この教会、相棒と二人でペンキ塗ったんだぜ。なかなかの仕上がりだろ。めっちゃ綺麗に塗られてんじゃん。一箇所塗り残しが。え、そう、まあ、そうは感じないけど。俺ジェリーじゃねえし、テリーだし、俺超絶イケてるし、俺便所とか行かなくても全然平気だし。そんなんあったな。すげえテリーすげえ。今のもう一回言って。便所とか行かなくて全然平気だしって、もう一回言って。おいおい、もうそんなん
何回も言わせて恥をかかせるなよ。誰かいる？カメ？クリス、よく来ましたね。私に何かご用ですか？誰？ガーソンってあれだよね、カメのさ、考古学者っぽい格好をした店のおっちゃんだよな。父は数年前に他界しました。ご子息であられましたか。父が表した小説シリーズロード・オブ・ザ・ハンマーはファンも多く、つい最近まで読者からお悔やみのメッセージが届いていたほどです。父は勇敢な男でした。頭の切れる類まれなる才能の持ち主でした。クリス、あなたが学校で父から教わる機会がなかったのは残念です。アルフィー先生も父の後任を務めるのは荷が重いでしょう。アルフィー先生に天使様が微笑まれますよう。クリスのお兄さんは大変心の優しい若者です。幼い頃はむしろやや信仰に熱心すぎる嫌いがありました。私の元を訪ねてきてはいろいろな罪の懺悔をしていたものです。私たちの信仰には懺悔の習慣も罪の概念もないというのに。小さな顔を涙で濡らしながら、高くジャンプしたいがためにトカゲを穴に落としてしまったと。テレビゲームでの話だとすらはっきり言わない。テレビゲームの中でトカゲを穴に落としてしまったことを懺悔していたと。彼はクリスが犯したいろいろな罪についても代理で懺悔していましたよ。トカゲをわざと穴に落としたクリスを許してやってくださいと。私はその度に許しますと言って家に帰したものです。クリスはリアルでやってたんだな、ハンマーのこと。しきたりにのっとり、このお墓にはハンマーが埋まっています。生前の生き様を象徴するものを埋葬する。そうやって死者の魂を神様のもとへ導くのです。鍛冶屋だった父はやがてこの世界の歴史を書物にまとめる仕事を始め、その後物語を創作するようになりました。自分の子供たちを楽しませるために。そんなごくささやかな目的のために生み出された物語が世界を変えてしまうほど大きく美しい花を咲かせる。クリス、言葉とはそれほどの力を持つものなのです。父が物書きとして才能に恵まれたのは幸いなことでした。なるほどな。ガーソン、名高き歴史家であり著述家であり教師。これはクリスタル、立派な母親にふさわしき輝くラインストーン。ワンコ、群れのリーダーにふさわしき大きな骨。誰へのお墓なんでしょうね。ガーソンブーム記念ベンチ。わしが生み出した作品のアイデアのうちいくつかは夢で見たものだ。ここで休んでいきなさい。何かしていると聞かれたら書き物だと答えればいい。立ち去り際にアルビンの独り言が聞こえた。お父様、私はあなたにとって誇れる息子でしたか。ハンマー、これでよかったのでしょうか。アルビン、いや、話しかけるのはよしおこう。それは無粋というものだ。さあ来ましたね、今回もここに。お、え、なあ、本当かな。本当にこの中に何言うとんねん、あんた腰抜けかいな。腰がスポン抜けとんかいな。違う、でもさ、私チートもここはないで。んなもん信じとんのはガキだけ、んガキどもだけやわ。でもクリスは、なんや、あんたもクリスと同じかいな、ヘタレかいな。お、なんだ。てめえらもう一回言ってみる。数時半おったんかって。その扉の中ってそんなに怖えのか。扉の中心配する前に外にあるものに気ぃつけた方がいいんじゃねえのか。気にすんなよ。ま、無理に聞くつもりはねえけどな。相変わらずだな、ここは。ガスターの声だっけ？ガスターの声が聞こえるのか、あそこは確か。
33.3 倍速とかなんかそんなすごい細かい数字だったよな。野球をしようとしてたんだけど、こいつがフィールドの真ん中でずっと踊ってて、多分踊るのやめさせるのは無理なんじゃないかな。広々とした場所があるのって僕たち子供には大切なこと。時には風呂を沸かせるのもいいものだよ。そうだね。これ市役所？これはこれはティーンエイジャーどものお出ましだ。愛すべき町のドブネズミどもだ。お前ら政治家になりたいのか？ふん。だったらまずはおむつ学校を卒業することだな。俺は卒業したぜ。おかげで今じゃここで働いてもいない。働いてないのかよ。いやはや申し訳ございません。町長をお探しですね。町長は今お祭りの準備で大変お忙しいのです。おう。そこの頭がつるっとした人、ブリーフケースの中身をしつこく見せようとするんだ。賄賂なのか。ああ俺はすっかり政治に染まってしまった。 Let me play coach. Let me play. 何を言ってるんだお前は。他のところも見て回りましょうか。どうしよう、図書か。学校にはもう行かなくていいでしょう多分。こっちには何もないよね。うん、え、学校の中見てみる？ちょっとだけ、ちょっとだけ見てみようか。あ、いけるね。あ、学校来てよかった。テミ、まだ勉強、勉強、頑張ってる。テミ、良い頭になる。大学行くん、夢叶えるん。テミ、そしたら、そしたら。なんてね、先のことなんて誰も分かりをしない。なんてね、先のことなんて誰も分かりをしないわ。え？テミ、いきなりスンってなるじゃん。テミ、お前普通に話せたんか。びっくりするわ。特に何かあるわけではないな。そっか、テミ、なるほどね。いや、こっち行けるんかーい。いや、行けるのかい。あ、びっくりした。ここがあんたらのキャッスルタウンね。率直に言って悪くないわ。クリス、数字、私が強制的に支配下に置いていたために代わってセンキュー。今日から私はあんたらのイカれたルームメイトよ。おう、いいのか、それでいいのか。クリス、これからいろんな人に会いに行くと思うけど、全部一度に済ませなくてもいいからね。いつでもセーブして休んでいいんだよ。おう、どうしよっか。時間的に微妙だな。一旦セーブして、そうか、もうサイバーワールドに帰ることはできない。そのことをよくよく考えたっつってたから、サイバーワールドのセーブデータは絶対1個は残しとかないといけないね。長い一日を終えて街は再び発展した。何らかのパワーがみなぎった。いいね、ああいう注意書きちょっとでも書かれてるのはありがてえわ。何かないかな。おお、ポインは波乱万丈の人生を送ってきた。そろそろ落ち着きなってきた。温めた財産は弱い子たちに寄付するのね。思いがけずもたらされたこの授かり物で、私はもう球体ではなくなったの。ポイン、あなたみたいな人は初めて。ゴミ箱、クズだっけ。僕クズ、母って。僕きっと友達いっぱいできるず。よかったね。この個人はどなたかな。なんとも恐ろしい。そんな恐ろしいかな。わかんないけど。牢屋を乱暴に警備している。ここら辺は変わんないのかな。変わらなそう。じきに私よりもはるかに恐ろしい恐怖的と対峙することになる。お前たちの頭では想像もつかぬほど、なんだろう、戦王かな、を極めるものと。クイーンのことがだったらもうあったぜ。なんだと。あら、その回し車いいじゃない。お前、私、お前も私を嘲笑いに来たか。じゃなくて本当に生かしてる。
でもあのウォーターサーバーはちょっと王族専用ウォーターサーバーをけなすとはどういう料金だ。私の館にあるのと比べたら全然しょぼいわ。相変わらずその頭の大部分は物欲で占められているようだ。物欲占有率チェック拒否。私は頑張った自分ご褒美あげてるだけ。あんたはいつも汚い玉座で丸まって寝てたけど、黙れこの魔女め。してクインパ、ああ私に何の用だ。キンキンあんたに一つ伝えに来た。ランサーのことは心配いらないわ。あの子は私がちゃんとお世話するから。だって私はあの子の母親ですもの。マジで、ああ違うのかよ。いつの間にそんな話になった。たった今思いつきで決めたの。息子に関してはお前の好きにすればよい。ただもし抱き止まないときはボールのように床で弾ませてやるとよい。お、この会話はこれ強制終了します。勝手にしろ。お、ルールのカード。ほほ、恐れながら我が君、クイーン城のおそばにはピカピカ新入りに殿方が現れし。誰のことだ。誰のこと。クイーンが知らないのかよ。えって、ですね、しっけよパズルをつけっぱなしにしてきちゃったので。急げや急げ。誰あれ。あれは息子のサブパパ。えら、あんたのサブになるぐらいの無能レベル、理解不能。用がないなら帰れ。バイバイキンキン。キングのことだからキンキンって言ってんのかな。あ、そうだ、買い物行くけど、なんかいる？カシューナッツ。オーダーを受け付けました。いい会話だった。はーい。いや、いい会話見れたわ。またな。上も見たいな。上見てみるか。なんかあるかな。おお、いた。うわあ、でも似てるね。似てるね、確かに。よかった。スージクリス、キレイキレイボーイ。今クイーンから悪者の極意をいろいろ教わってもらってるとこだぞ。クイーンは僕様にとってサブサブパパ上みたいな感じだ。それか女子パパとも言えるかも。それってママじゃん。レッキャン、今日からこの城全体が私の部屋です。クイーン様の、クイーンさん用のスペースは上の階に用意するつもりだったんですけど。どうして欲しいものは全部ここに揃ってるわ。仲間、葉っぱのうちはちっちゃくて丸い男の子。ビーチボーイはお友達と遊んできなさい。気づけばなぜかいつもこのポジション。俺は決して満足しちゃいけない。誰かに葉っぱかけられん、葉っぱかけられれば頑張って状況を変えるかもだけど、いや、どうだろうな。いつも通りだね。いつも通りだ。まあ、こんなもんかな。あ、像がある。かっけえだろ、羨ましいか。これが俺、ちげしただのかっけえ像だよ。こんなに王冠あったっけ。あ、待って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 。こんなもんか。特に何か変わってるわけじゃないか。じゃあこれ見て終わりかな。他のものと比べて見劣りする。それだけか。オッケー。じゃあ城の中はだいぶ見たから、そうだよね。オッケー、よし。じゃあ一旦ここで終了しよう。で、街の中の探索とかまだあるから、それは次回にしよっかな。今回最終回かなと思ったけど、そんなことはなかったね。 OK です。じゃあここで一旦終わりにしましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。